こんにちは、かやけん太郎です。今日はちょっとニュースというか最近あったことをお伝えしたいと思います。以前僕この動画で、簡単カラオケ配信っていう、僕の会社がやっている誰でもカラオケに配信できるよってサービスについてご案内したことがあるんですけど、実はそれが先日リニューアルしてかなりいい感じに、さらにいい感じになったので、ぜひそれ知ってもらいたいと思って、話してます。どうなったかっていうと、簡単カラオケ配信っていうのが、カラオケ配信サービスで微妙に今名前が変わったっていうのもあるんですけど、今までは、少しお金を払うとあなたの曲がカラオケの上位サウンドに入りますよと、で、それを歌ってもらうことができるようになりますよっていうサービスだったんですけど、これに加えてちゃんと歌われたら印税を受け取ることができるようになりますよっていうのが追加されたんですよね。つまり、あなたがもしオリジナル曲を持っていれば、このカラオケ配信サービスを使えば、全国のジョイサウンドに曲が入るだけではなく、ちゃんとそこでファンの方とかご友人とか、もしくはあなた自身がカラオケのお店で歌うたんびにちゃんと印税がカウントされて、それがちゃんとあなたの手元にお金としてバックされるっていうことができるようになったんです。なので、これを使ってですね、ぜひ最初はちょっとお金がかかるんですけど、その分歌われれば、時間をかければちゃんと回収できるっていうシステムになったので、ぜひ使ってもらえたらなと思うんですけど、ちょっとその裏側というか、どうやって実現したかっていう話もせっかくなので共有させていただきます。そもそもカラオケ印税って何がどうなって、どういうルートで通って誰に分配されるのかっていうのを理解してますでしょうか。基本的にはまずその曲を作った人がまずいますよね。作詞家作曲家の方がいて、彼らが著作権っていうのを持ってます。これについては話したことがあると思うんですけど、で、この彼らが、まず音楽出版社って呼ばれる会社と契約する必要があります。必要があるというか、実は厳密にはいろんな言い方があるんですけど、割とそれ一般的な形としては音楽出版社と契約します。で、どういう契約をするかっていうと、この著作権をあげますっていう契約をしちゃうんですよ。この曲に関するこの著作権はもうなんとか出版社に預けますと、で、もうあげますって譲渡するんですよ。で、この譲渡を受けた音楽出版社はどうするかっていうと、このもらったこの権利を、この曲の権利をジャスラックとかネクストーンって言われる著作権管理団体に委託を依頼するんです。この曲の著作権の管理をお願いしますっていうふうに、これは譲渡じゃなくて委託するんですよ。お願いするんです。管理してくださいっていうふうに。権利は出版社が持ったまんまだけど頼むと。で、そしたらこのジャスラックとかネクストーンっていうのはどうするかっていうと、全国のカラオケ店とのつながりがあったりとか、もしくは、カラオケのその機械を作ってる会社ですね。機械を作ってる会社とのつながりがあったりとかするので、そういうところと交渉したりとかしながら、ちゃんと利用するにあたって、音楽使ってるんだからちゃんと印税のそのお金の楽曲使用料を払ってねみたいなことをやってるわけですね。著作権管理だったりが。で、カラオケの事業者からそのお金を集めてくると。で、何割か手数料を抜いて残りを音楽出版社に全部払いますよってことを管理団体はやってるわけですね。で、この音楽出版社は、じゃあ先月は、ジャスラックからいくら入ってきましたよみたいなことを報告を、作曲家に報告して、なので、ここはね、大体半々なことが多いんですけど、入っていたお金の半分は出版社が持っていきますんで、半分は作曲家のあなたに振り込みますよっていう風にやると。なので、作曲家、出版社、著作権管理団体、カラオケ事業者っていう風に権利が、許可が得られていって、で、お金、カラオケ事業者からお金が、著作権管理団体、出版社、作曲家っていう風に、引かれてっていう風に分配されてると。こういうシステムになってるんですね。で、実はその僕の会社、ワールドスケープっていう会社は、今回その音楽出版社になったんですよ。で、ネクストーンっていう著作権管理団体の方と、契約させていただいて、今後、いろんな曲を、じゃあお願いしますねっていう基本契約を結んだんですね。で、なので、今まで我々はカラオケを配信して、あげて、終わりっていう風になってたんですけど、ご希望のアーティストさんからは、その権利を、まずうちに渡していただいて、で、それを我々がネクストーンに委託して、で、やると、ネクストーンがお金をカラオケ事業者から集めてきてくれるんで、それを分配してもらって、で、うちは半分じゃなくて3割だけうちがいただきますので、7割は作曲家の方に戻します、っていうことをやり始めましたと。で、これって、今まで実はね、やれてなかった、すごいやりたかったんですよね。だってカラオケ配信して、歌われてんのに作曲家に1円も入ってこないって、ちょっとこう悲しいというか、それは欲しいよっていうふうに、もちろん誰しも思うじゃないですか。だけどやっぱり音楽出版社をやるって、そう簡単じゃないんですよ。っていうのはやっぱり、かなりいろんな細かい事務作業をしっかりね、間違いなくやらなきゃいけないし、で、しかも我々の場合はカラオケをもう誰でも使っていいですよっていうふうに しちゃってるわけじゃないですか。で、それ誰でも印税受け取れますよっていうふうに、しちゃうと、要はその、全然印税
が発生しないかもしれないのに事務的な作業はいっぱいしなきゃいけないと。要は会社としてその割に合わないじゃんっていう風になっちゃうリスクがすごい高かったんです。なのでなかなか踏み切れなかったんですけど、これもまあそのうちの社内のメンバーとかすごい頑張ってくれて、まああとはネクストーンとか、まあ、ジョイサンドのエクシング社の方々とかがすごい協力してくれてですね、まあその極力もうネット上だけで全部完結して、なんかこうポチ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 やってもらえるだけでシステムがもう自動的に動いてっていうの、まあ、完全に自動化は無理ですけど、まあ、半分っていうか割と自動化した状態でちゃんとこういうお金の権利とかお金のやり取りができるっていうシステムがやっと完成したので、まあ、作れたので、それだったらまあ広く多くのアーティストさんに印税を分配しますよっていうサービスを提供できるなというふうに今なって実現したという、まあちょっと実はいろいろと裏側の苦労が大変だったんだぞという話だったんですけど、まあということで、まあ結論としては、カラオケ配信、あなたの曲をカラオケ配信できるっていうだけじゃなくて、ちゃんと打たれた回数に応じて印税を受け取ることができるっていうことまでできるようになった時代になりましたので、ぜひ使ってもらいたいなと思います。まあこういうことが、まあこういうサービスが広まって、いわゆる有名人の曲をみんなで歌うっていうだけじゃなくて、まあそのインディーズとか趣味でやってるようなアーティストの方々の曲もちゃんとカラオケに入ってるし、まあそれはメジャーの方に比べれば少ないかもしれないけど、でもちゃんと歌われたらその分お金が入ってくるってことが広がって、まあ意外とカラオケ印税ありがたいなみたいな風に、それが生活の足しになったり音楽活動の足しになったりしてるっていうアーティストさんが世の中に増えていくってことを僕は心より願っておりますので、まああなたもぜひそうなっていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はここまでにしたいと思います。いいねボタンとかコメントも、あの質問とかもぜひ受け付けてますので、コメントも僕全部返信するようにしてますので、ぜひコメントとか、あとチャンネル登録ですね、はもうぜひお願いしたいと思います。それではまたお会いしましょう。またね。